ボンジョルノ、なっちゃんです。今日はね、5月の9日、土曜日です。土曜日、ゆるゆるあっちゃん、お目覚め、11時過ぎです。パン、いただきます。焼きます。耳のとこが好きだからね、焼くとどうなるのか。1週間食べられるということでね、楽しみ。では作っていきます。ちょっとね、ハーフエンドハーフにします。ニューハーフやかましいわ。半分をバターでいきます。で、半分をピッツァでいきます。ピッツァトーストでいきます。ここにね、ハーフベーコンでいきます。何回ハーフ入れるんて、ニューハーフちゃうねんで、精度一緒でしょ。ニューハーフと精度一緒でしょがね、重なるところもあるんやけどね。はい、ちょっとベーコンをはみ出してんな。で、バターをね、後で塗ります。落ちた。トルティーチーズを皿です。これはね、業数のとろけるチーズかな。ドンキじゃなかったかな。どこで買ったか忘れた。いや、これドンキやったかな。こっちは忘れた。多分業数かな。ドンキのはパッケージがこれじゃなかった気がするな。ね、ナチュラルチーズって書いたのは顔にあっちゃう。プロセスはあかんね。はい、では焼いていきます。そうそうね、ボスもそろそろ買わんとあらへん。もうちょいいけるけどね。トマトジュースもあらへん。トマト取ってくるわ。もうコーヒーもあらへん。終わり。買いに行かなあかんな。ジュースもうちょっと足して食べたいと思います。はい、できました。で、バターを塗っていきます。ちょっとね、バターをね、塗って。では、できました。では、バターのところから違う、先にね、何も塗ってない意味からいきます。高齢者や基礎疾患があるなど重症化しやすい人で、比較的軽い風邪の症状がある場合は、焼いたらまた全然違うね。また発熱や咳など、比較的軽い風邪の症状が続く場合も、相談の目安として、記載されていない味覚や嗅覚の異常については軽い症状に該当するとした上で、症状が4日以上続く場合は必ず相談するようにとしています。また高熱については、耳が香ばしいな。で、やっぱり甘みが出てくる。おいしいな。ではバターのところ。全国で昨日新たに新型コロナウイルスの感染が確認されたのは89人で、2日連続で100人を超えました。PCR 検査を受け陽性だった人の割合である、バターとのハーモニー最高。昨日東京都では新たに39人のバターのね、塩味とここがパンの甘さをね、引き立ててる。おいしい。また東京都は陽性だった人の割合である陽性率を初めて公表しました。ピザのところ、今月1日から7日までの1週間の陽性率は 7.5% で、これまで陽性率が最も高かったのは4月中旬の 31.6% ということです。一方、感染の第2波が深刻化していた北海道では新たに6人が感染したことが確認されたほか、埼玉県
11人、大阪府で10人など、全国での新たな感染者は89人で、2日連続で100人を下回りました。あのね、昨日全国で亡くなった、まあメインとか言ってないけど、このうち11人が都内の感染者でした。外出自粛、ピザソースとかまだ言ってないね。家計の消費が具材とベーコンとチーズとパンの相性すごいね。これにトマトソース、ピザソースがついたらどうなのか、きます。実質で前の年の同じ月を 6.0% 下回り、5年ぶりの落ち込み幅となりました。旅行や映画などを外で楽しむ娯楽のほか、医療品、教育費などが前の年に比べて大きく落ち込んでいて、外出自粛や学校一斉休校などが消費に反映され、甘みとかが、そんなにね、邪魔にも邪魔せえへんっていうかね、ピザソースとの酸味とパンの甘みがすごく合うねんね。チーズの塩味と、それとあとね、噛んだ時の食感がもうなんていうのかな、すごいきめの細かさっていうのかな、均等した歯応えがあって、噛んだ瞬間にこうちょっとスカッてする、要はこの気泡が入ってるから、その分スカッてなるのがね、ギュッて噛みしめるまで最後まで、なんていうの、歯の力が変わらんっていうのかな、それだけ黄身が均等してんねやろね。美味しい。トランプ大統領は8日、ペンス副大統領の報道官が新型コロナウイルスに感染したと明らかにしました。焼きたての熱々やったらすごい美味しいやろうなと思うんだよね。今度はお店で食べたいな。可能性のあるスタッフ6人を出発直前の専用機から降ろす対応を取ったため、1時間以上遅れ、泣くことでね、検査の結果、6人とも陰性だったようです。ホワイトハウスはトランプ大統領と、うまみがすごい、ペンス副大統領に健康上の問題はないと説明しています。厚生労働省はこれまで 37.5 度以上の確認、美味しいパンはね、ほんまにね、耳が美味しいのよ。相談の目安を見直しました。耳は耳だけ食べたいな。あえてね、飲まんかったん。味を聞いたの。でもこのトマトと合うよね、昨日もね。先月、同居の家族が38度以上の熱を出しました。翌日、平熱と発熱を繰り返す中、保健所の相談ダイヤルに電話をしましたが、焼いたらまた白いところだけ食べても美味しい。バターいらんでも、バターなしでもすごい美味しい。でもバター塗ると塗るでまた美味しいんだけどね。皮、耳だけ。ここ好き。で、発熱した家族は国が示す相談の目安である白いところ。37.5 度以上の熱が間違いない、おいしい。そのため PCR 検査を受けられず自宅待機に。発熱から1日後、 X 線検査で肺炎の影が見つかったため、ようやく PCR 検査を受け、その翌日に陽性が判明しました。しかも無症状だった女性自身も陽性でした。ダメ、どこ食べてもおいしい。パンが好きやから幸せ。でね、ピザトーストのとこ食べてね。で、味が濃いとこね。その後、何にもない白いところ、ツナもついたところ。食べても、味はしっかりしてんのよ。バターが込まれた耳。サクッとそういう、はい、で感染が疑われた際に受診をしたり PCR 検査などを受けるかどうか相談センターに問い合わせる目安として、これまでは風邪などの症状ですとか 37.5 度以上の発熱が4日以上続いたり、最後の一番好きなところ、バターを塗ったこの表面が好きでね。今日改定されまして、こちら
具体的な体温や日数などの数字が取り除かれ、高熱、だるさ、息苦しさなど強い症状が出た場合には、うん、すぐに相談するようにと変わりました。ここ好き。咳などの比較的軽い風邪の症状や味覚、嗅覚の異常などが続く場合には、この時でも相談するようにとしています。バタートーストが一番好き。全部好き。美味しいよ。でも耳だけ、中の白いとこだけ、ピザのところとかいろいろ食べ比べていてね、わあ、まあ、切り分けちゃう、ちぎり分けて食べんだけど、やっぱりバター塗った表面、あ、もう最高。バターとすごい合うね。美味しかった。また検査の基準が下がることで軽症の患者がこれまでもより多く判明していくことになり、そうなると軽症者のための宿泊療養施設を増やしていく必要があるのではとしています。感染拡大の影響を受けた中小企業など向けの給付金の支給が、いやー眠たい。それにしてもね、今日はねめっちゃ眠って、まあ、昨日ね遅くまで起きて4時過ぎに寝たんやけど、まあ今起きてんの11時やから、まあまあ6時間以上寝てんねんけどね、まあ、起きたらもっと早かったんやけど、うとうと2度寝3度寝しとってんけど、起きられ動かれんね、うん。まあ、今日はね、アルテの食パンを焼いて、いろんなパターンで焼いて食べてみました。美味しかったです。ちょっとテレビうるさいな。はい、ということでニュース聞いてんねんよね。はい、そんなこんなで今日のあっちゃんの朝ごはん、アルテの食パン美味しかったです。コーヒーも飲んだか、コーヒー買いんとこだからな。はい、美味しかったです。ごちそうさまでした。ありがとうございました。なかなかねこの近くでは手に入らへん食パン、嬉しかった。ありがとう。ではまたね。今日のあっちゃんの食パン、焼いてピザトーストとバターにして食べ比べ、よかったと思ってくれたら高評価を、応援コメント、チャンネル登録よろしくね。やっぱり焼いてバターっていうのが究極の食べ方ちゃうかなってあっちゃんは思います。一番あっちゃんは吸うパンの旨味を感じられる食べ方なんじゃないのかなと思いました。でもピザトーストにしてもね、今までの普通の食べてるパンよりも全然美味しくって、美味しい、もうなんていうのかな、やっぱり違うなっていうのを感じた。ありがとう、美味しかった。